ナイス DTM、DTM 講師&ボイストレーナーのキッくんです。今回は超人気で超簡単にすごいサウンドが作れてしまう、プラグイン音源の紹介をしたいと思います。その名も Nexus 3。もうこれは DTM を始めたばかりの人でも聞いたことあると思うんですよね。僕もよく公認相談とかね、これ Nexus がすごいらしいんですけど実際どうなんですかとか、手軽にいい音を作りたいんですけど、ね、かっこいい音にしたいんですけど、何をすればいいんでしょうかとかね、聞かれた時にね、Nexus 3っていうのが本当に上がってくるんですけれども、まずですね、これのいいところ、それぞれ細かくねトラック作りながらお伝えしていきますね。まずこの音を聞いてください。なんかすごくないですか？音かっこいいですよね。もう出来上がった音が入ってるっていう、これが普通の例えばシンセとかのプリセットだとなかなかここまでエフェクティブに作り込まれた音色は少なかったりね、して、結局自分で豪華な音を作っていく必要があるんですけど、なんと Nexus はねおおよそこういう感じの音色は非常に多く入ってるんですね。で、 Nexus のいいところまずその1位ですね。なんといってもこの豊富なプリセットプラグインが、このプリセットがかなりあるんですよ。別売りでもたくさん販売されています。あとちょっと前まではね、毎年年末になるとね無料でこういうプリセット集というのが、ね、配られたりしてたんですけど、その追加していけるんですよね、どんどん音を、で選ぶだけでこんな豪華な音になると。しかもさらにいいところで、ポイント2としては、もうプリセットが選びやすいんですよ。で、ちょっと前までね、Nexus 2っていうバージョンだったんですけれども、それはちょっと文字が小さくてね、見た目はかっこよかったんですけど、ちょっと文字が小さいなと思ってたんですけど、もう3になってから見てください。この作りやすそうな、この選びやすそうなこの画面を。選ぶだけですよ。選ぶと、ほら、こんな音ですよっていうのが、カーソル合わせるだけで、なってくれるんですよ。あとはカーソルの右ボタンを押すと、これを選ぶと音を変えられるんですね。簡単にこうやって、だ右手で鍵盤を押さえながら、こう左手でこの上下させていけばいいんですよね。でテンション上がる音ばっかり。じゃあしかもね、このリバーブとかがねかかりすぎてちょっと嫌だなっていう場合は、これオフにできますから。ディレイとか、ほら左右にいっぱいパラメータがありますよね。これである程度の音色作りもできてしまうんですよね。例えばもうちょっとリバーブ増やしたいとかだったら、ここでねミックスってあげると、ほらもうすごいですよね。ってやって簡単に音作りもできていける。あとはもうちょっと使いこなしたければ、ここのあたりにねさらに細かな音作りができる、コーナーもあるので、そのあたりもですね、使いこなしていくと面白いのかなと思いますね。ではちょっと、このいいところをね2つ紹介したところで、さらにねこう Nexus の楽しさ良さを体験してもらうべく、ちょっとね簡単にトラックメイクしてみましょうかね。で、 Nexus の面白いところって、ドラム、キットももちろん入ってるんですけど、なんとこのようにねドラムビートがもういろんな入ってるんですよ、こういう風に。そう、つまり言うとこれを鍵盤で演奏できるんですよね。例えばもうこういうことです。ほら、もう鍵盤を今押さえてます。ほら鳴ってくれるんです、鍵盤が。じゃあ試しに録音してみましょうか。R ボタンを押して録音しましょうか。パッパッパッパで鍵盤を押す。ほら、これだけでも入っちゃいました、音が。でクオンタイズしましょうか。こんな感じです、打ち込むとね。でクオンタイズすると、これ直ると、もうこれでもう綺麗に音が鳴ります。で、ループ機能をね、サイクルオンにしましょうか、こうやって。そう、これだけでもベースができちゃったと。あとは、これですよね、さっきの音色。ちょっと散りばめてみましょうか。なんか、この音。ってイメージを作っていくんですよね。今に良さそうだったからちょっと増やしてイメージ作っていきましょうか。じゃあちょっと録音してみますね。こんな感じで。
最後ミスったっていうね。まあ気にしないでください。ミスった場合はダブルクリックして、このね、打ち損じた部分をね、直しましょう。私としたことが、みたいな感じ。まあ、これでもいいですよ。こんな感じで。そうすると、はい、OK ですね。で、そしてじゃあ、このまた音色いいんですよね。本当のこのプラックとか豪華なんですよ、音が。本当に例えばこれ見ていただくとわかると思うんですけど、音が豪華なんです。ほら、かっこよくないですか？なんかもうそれだけで様になっちゃうから、なんかね、打ち込んでる途中に多くの質問いただくのが、なんか音がしょぼい感じがして作ってる途中テンションが下がっちゃうっていうね、意見、心配なあの質問いただくんですけれども、もうそれネクサスなら問題ないですよ。ちょっと試しにね、演奏してみましょう。ちょっとどんな感じかっていうのね、ちょっと聞いてみてくださいね。これでよさそうですね。ってやったら、これ録音しちゃいましょうか。こんな感じで。みたいな感じで録音しちゃいましたね。で、ちゃんと録音台にして。で、そしたら次に、ベースですかね。ベース。ベースもこれ結構いい音が入ってるんですよね。まあたまたま今このベース選んじゃいましたけど、他にもこういうこんなのも入ってますよ。もう聴いてるだけで楽しいですよね。だって、まあ、今回はちょっとひとまずこのベースでいきましょうか。じゃあちょっと確認しますね。いいですね、いいですね。ちょっと今の雰囲気で入れてみますね。あ、なんかいい感じに入った予感がしますね。ちょっと聞いてみましょうか、このベース。こんな感じで全部で合わせるとこんな感じだと。そうしたら次に、最後にメロディー。まあ、こんな面白い音色も実は入ってるんですよね。そう、リードとか。ほら。まあ、クールな音から、可愛い音まで本当にもありすぎてね。ちょっと探すのも大変だっていう場合は、お気に入り機能がね、ちゃんと、ついてるので、まあ、お気に入りに入れてあげたりすると、まあ、探しやすいのかなと。あと、この音色名もね、一応検索できるようになっているので、ぜひそれもお試しいただけたらと思うんですね。じゃあちょっと試しに演奏してみましょうかね。どんな感じになるかな。うん、なんかリードというよりか飾りっぽい音になっちゃいましたけど、まあこれはこれでなんか様になりそうな気がします。みたいな感じですね。ってやって、まあ、曲をね、展開させていくと。例えばこれね、ミュートとかみたいな感じでミュートとかにしてってやっていくと、ほらもうネクサスっていいなって思いますね。こうやって作っていくと、だってこれだけでなんかいい感じのね、サウンドになってますよね。これだけでもまあリバーブとかね、ちゃんと強めにしてあげればいい感じになるんじゃないかと思いますね。だからそう、ネクサスを実際に購入どうしようかなって思ってる人は、まあこれだけ手軽に素敵な音をね作れるっていう機能がありますので、ね、ほらお気に入りだってこんな簡単に作れるんですよ。ピッてハートマークつけてあげればね、お気に入りに入れられたりとか、ほらここで絞り込みができるのでね、ぜひ、まあ、使いこなしつつ、ネクサスの良さっていうのをね、体験してもらえてたら嬉しいかななんて思っております。僕のチャンネルではこういったね、プラグインの紹介だけでなく、テクニックや音楽的理論や知識、トーク、そして僕の歌ってみた動画までたくさん、あるマルチで、本当に実用的なチャンネルにしていきたいと思っております。いつもコメントやチャンネル登録を本当にありがとうございます。またぜひご覧ください。キックンでした。ありがとうございました。